最終組、ジャンボは13番でどうやらトラブルのようです。これが第3打ということですね。うまい、グリーンを捉えてきました。これはまずまずですね、はい、坂田さん、この最終組、あ、はい、16番に変わりました。後ほど伺います。はい、16番のティー、手島です。これは距離が長い、鍵になる16番ですね。ティーショットは打ち上げ、今日はこの16番アゲンストです。ちょっと右に行ったような感じですね。あ、しかし全然右ですね。でもここからでは2オンが難しいですかね。難しいですね。最終組の13番に戻りました。和田さん、はい、最終組の一つ前 の3試合連続優勝がかかっていた細川なんですよね。13番ボギーにしました。13番ボギー、4オン、2パットですね。ボギーにしました。ということは10アンダーで一歩後退したわけですね。はい、今手島の16番の方へ移動してます。はい、そして最終組は現在13番ですが、坂田さん、これトラブルがあったんですね。そうですね、まあ、加瀬は第3打で第2打が右の林入りまして、はい、でこれうまく寄せてますね。はい、でこれから倉本のこれは第4打になります。倉本はティーショットをチーピン打ちまして、はい、ティーから200ヤードないところの林の中、あ、でそれを低く出しまして、で第3打が170ヤード残りました。それをグリーン右に持ってきましたね。非常に風が厳しい表情になりましたね。はい、やはり手島の走りというものにかなり意識持ってるんじゃないでしょうかね。最終組やっぱり12番のグリーンあたりでリーディングボードを確認したという感じでしょうか。そうですね、9番8番では8番9番で見てますけど、その時はもう全然無表情でしたね。はい、ただ12番ではっきりと手島の存在を確認しましたね。いや、それ12番で、ね、後ろからエッジから入れてたでしょ。はい、やっぱあれをそのやる気が起きてたんじゃないですかね。そうですね。さあ、ジャンボバーディーパット、まだちょっと距離はありますね。ちょっと上りですね。気持ちスライス、スライスの上りですか。ジャンボはこの13番のロングでもバーディーを取ることができませんでした。13アンダー、依然トップの手島と1ストローク差です。加瀬は初日と3日目この13番バーディーを取っています。今シーズンは一昨年の代表オープン以来1年7ヶ月ぶり、日経カップで勝ってツアー3勝目を挙げました加瀬。このパッティングのストロークもかなりこう柔軟性が出てますんでね。はい、いいんじゃないですかこれ。あ、握った、狙いすぎですか。これは加瀬は入れたかったですね。村上さん、はい、日本のツアーで一番もったいないゴルフするのは加瀬じゃないかと思いますね。本当大きいというか凄まじいゴルフ内容なんですけどね。ショットに関してはね、もったいないですね。昨日も随分ありましたよね、こういうパットが。ただパッティングストロークはやっぱりベント向きでしょうね。高台には少し繊細すぎるかもしれません。倉本は13番パー、11アンダーは現在手島と3ストローク差です。まだまだですよ。でもそうですね、最終組13番のグリーンを終わりました。16番ティーショットを右に曲げた手島ですが、和田さん、はい、ピンまでまだ250ヤード近くあってアゲンストなんですよ。アイアン持ちましたからもう完全な刻みですね。刻みですね。ラフも深いところ入ってますもんね。スリーアイアン、あ、まだこれ完全に登りきってないわけですね、これ斜面を。よし、ちょっとボールが確認しづらかったんですが、手前のラフですか。バンカーの手前のラフか
フェアウェイ止まってるかってところですね。はい、まあ、うまく寄せていきたいところですが、手嶋今シーズンはグロインアップの、まあ、ランキング2位ということでツアーに出場していますが、ここまで賞金ランキングが86位、非常に健闘しています。地元福岡の選手です。あ、今部屋にあったみたいですね。はい、最終組の14番の T です。このホールもサービスホールなんですけどもね、昨日は随分飛んでましたね、勝選手も。ピンの位置があの奥のちょっと段の上のところですからね、はい、そう簡単にはやっぱりバーディーは取れないんじゃないですかね。寄せにくいですよね。あ、もうグリーンの手前まで来ました。昨日と同じようなところですね、はい、今日はこの14番は軽いフォローになっています。これは悪くないですかね。ちょっと左寄りですか。あ、ちょっと左のラフですね。ちょっと左ですね。まあ、でもピンが奥ですからね、ラフでも大丈夫でしょう。はい、そしてジャンボ、ちょっと背中の周りが悪いですね。インパクトからフォロースルーにかけて、まあ、ちょっとスムーズに回ってきましたけどね、はい、まだ完璧ではないですね。右のラフです。確かジャンボも昨日ティーショットあの辺りでしたね、まあ、あの辺が一番寄せやすい位置じゃないですか。はい、最終組が14番のティーを終わりました。この放送はケアゴルフクラブから生放送でお送りしています。16番、セカンドショットでグリーンを捉えることができなかったトーナメントリーダーの手嶋。残り60ヤードです、はい、ここはピタッと寄せたいところですけどね。まあ、でもワンパット圏内には寄せられるでしょう、はい、ピンの位置そんな難しくないですからね。素晴らしいショットで寄せきました。これは素晴らしいですね。ちょっと噛んだような感じしましたけどね。さすがに今日は乗っています、この手嶋、うん、ここをパーで切り抜けると大きいですよ。大きいですね、まあ、終盤のキーホールのこの16番なんですが、しかもややこうティーショットトラブルでここパーセーブしますと大きいですね、ご覧のようにボギーの方がここはパーを上回っています。アベレージが 4.60 ですから非常に難しい16番、しかも昨日今日と風がアゲンストになっています。最終組14番のセカンド地点です。まあ、段の上ですからね、バンカー越えですけどもね、はい、エッジからピンまでがだいぶこう距離があるでしょ、ですから難しくはないですね、このアプローチは。もう一段上に上がってきましたね、なんとか上がりましたですか、はい、まあ、もう少しもうちょっとね寄せたかったところでしょうけども、でも上に上がってくればチャンスありますよね、はい、まあ、距離は非常に短いミドルホールなんですが、フォローになって意外とこのセカンドショット難しくなってるみたいですね。逆に中途半端な距離が残るとですね、あのバンカー越えにあったりとかね、ピンが手前になると難しいですよね、寄せにくいですよね、はい、さあ風は柔らかくできましたが、この段の上に来ましたですかね、ちょうどその境あたりぐらいですかね。加瀬は現在トップとは3ストロークありますから、ここもバーディーの欲しいところです。大会最終日に初めてトップの座を明け渡したジャンボ、今シーズンはここまで7戦して4勝という非常に圧倒的な強さを見せてきたジャンボなんですが、この14、15で、ね、ちょっとバーディー取れないと
ちょっと難しくなってきますよ。噛んでますかね、これも。いや寄ってきませんね、もう、あ、それでもだいぶ来ました。ただ段の中腹ぐらいですかね。はい、ちょっとやはりジャンボの今イメージ通りのショットではなかったようですね。坂田さんいます？はい、います。段の上ですか今あれ？下ですね。下ですか。はい、あのターフアートを見てますけどね、ええ、ちょっとインサイドから、そうですね、15度ぐらい外へ出てますね。だからやはりもう最初から転がしのラインですね。15番は坂本義和が今セカンドショットを打ち終わったところです。坂本も今日2つ伸ばして11アンダー、3位タイグループにつけています。この画面ではちょっと分かりづらいかもしれませんが、微妙にこの3段に分かれてますね。そうですね、あの右側の方がずっと奥までね、はい、一番低いところ で左サイドがそのちょっと2段目に高くなって、で左の奥がね、はい、今日のピンの位置ですね、あの3段でこう高いところになってるんですよね。したがってジャンボのところからじゃあまあ上りきってないという感じになるんでしょうね。今坂田さんそう言ってましたんでね、はい、坂田さん今日ジャンボを一気に伸ばしてくるかなと思ったんですが、はい、意外に伸ばせないでここまで来てますよね。そうですね、まあ、あのそう伸ばせるようなピン位置じゃないですよ、まあ、今日の場合はね、まあ、本当に手島の場合、あれですよね、ポジションがいいですよね、はい、追うだけの立場ですから。倉本バーディートライ、惜しいですね。最後ずっと伸びてきたんですが、14番バーディーを奪うことができません倉本。村上さん、はい、これやはりトーナメントリーダーの立場ですとね、ええ、やはり打ってこれないですね。そうなんですよね、これでピンの位置が難しくなるとね、どうしても左右に逃げるか前後に落ち着かせるかという部分ありますね。さあ16番は手島、大事なパーセービングパットは沈めました。これはナイスリカバリー、ナイスパーセーブ、手島14アンダーキープです。一つ終盤の大きな関門を越えましたね、手島は。いや今のはナイスリカバリーですね、はい、ナイスパーですね。その手島を逆に追いかける展開になりましたジャンボ。ジャンボとしては早く並びたいですね、はい、このホールかこの次の15番ホールかね。16番がボギーで安いでしょ、ジャンボは昨日終盤15、16とボギーにしたんですかね。そう、やっぱりそれも響いてるしね、はい、今日の1番ホールのボギーね、で9番のバーディーを取れなかった、はい、それが10番につながってね、10番ボギーでしょ、はい、やっぱそれと6試合ぐらいやっぱり実戦から離れたわけですか。そうです、国内ツアーは6週間ぶりですね。週間ぶりですか。まあ、全米プロから帰って初めての国内戦ということになりますが、まあ、そういう実戦にちょっと遠ざかっていることも多少あるでしょうね、はい、ジャンボバーディーパット、はい、止まってしまいました。村上さん、はい、今日のスタート前の練習ですね、ええ、この最終組の3人は順目のパッティングやってたんですよ、かなり丁寧に、はい、あ、パッティングはね、手島はね、逆目やってましたね。あ、だからやはり手島は突っ込むだけ突っ込んでるんでしょうね。それだけまあ正解だったってことでしょうね、ピンが端の方へ行けば行くほど普段使ってないから、はい、芝目がその横目とか逆目は特に強くなりますんでね、はい。加瀬はこのホールパー。14番を最終組が終わりました。依然14アンダーで手島が単独トップに立っています。